体育。それは僕の最も苦手な授業。運動はまあできる方だ。世界大会でメダルを取れるレベルで。だからこそ大変なのだ。すげえ落としたぞ。隕石か。常人にレベルを合わせることが。よし、今日の体育はドッジボールを行う。高校生にもなってどっち。ああ、他にもなんかほら、文句言わない。やろうよ、全力で。子供っぽくたっていい。みんなで童心に帰ろう。さあ、一緒に汗を流そうよ。ね。まあ、ハイロがそこまで言うならな。本気出すしかねえな。うちのクラスの学級委員、ハイロ・キネシ。熱血感で熱苦しいやつとしか僕は思わないが、クラスの人望はなかなかあるようだ。10はグーパーで決めるから。しゃー、絶対勝つぞ。ハイロと同じチームか。あっちのチームよりはマシだ。おお。じゃあジャンプボールで返した。こうして試合の火蓋は切られた。やち、まずは一人。一人倒しただけでなんだこの盛り上がりは。それとお前、開始早々汗かきすぎだろ。日曜なんて大嫌いです。さてと。